さ自分だけだろ敵はマグマみたく熱い血流れる腹を決めたチーム。あ、伊勢の巣2、うん、あ、これ全部何個10やっぱ長いって1個でいいよ、うんうん、ごめんなさい、それ気持ち悪い。いや、1個でいい、1個でいいよ。伊勢の瀬さん、イエーイ、どうぞ。これで伊勢の瀬さん、伊勢の瀬2、よっしゃー、イエース、えぇ、冷戦じゃない、これ抜けねえ、ファクトリー、それは抜けなっちゃうよ。シャワールームです。お願いします。あ、30分間あ、そうですね、見させていただいてもルブレースどうぞ。あ、そんな感じだった。いや、なんかね、前はね、なんかじゃなくて、そうだね、最初ボスでもさ、ボスアップはさ、ここでさ、ボスアップ、ボスアップ、うん、調子は調子いいですね。3年ぶりにやります。かからない前にあれ3曲目サイファーでしょ。おー、サイファー、そうだ、うん、あ、そっか。おー、あ、なんか BSB サイファーが飛ぶやつあるから、うんうん、そこでやんなくていいよ。かましだべ、最初のサイファーはもう前みんな出て外側円で、あー、分かった。で、次の音つる、はい、あ、今、アレンが取りに行ってて最後、はい、ジャックの子はこれ、アザヒで、アレンが出てる。あっつ出演者どこだ。ボスアップ、ボスアップ押さえて大丈夫だボスアップ、ボスアップここでやる。フォーリアルから出る。そう、ね、フォーリアル、この前の森に良かったよね。良かった、良かった。あれでだから、ジャックは気をつけないと、あのバースの始めるとこ、うん。で、サイファーはちょっと俺結構喋らないから30秒ぐらいしゃべってから、俺たちがバックステージドレス覚えて帰れよって言ったらもうすぐかけてやる。なんかその間とかいらないから、OK、あのバーフターローで締める。もうここに並んでる感じ、フィニッシュ。ありがとう、みんなズワイワイ入ってるから、ふへんまーアレンいるやん。アレン、なんでこれ遠くるね、無目できた。あ、できてる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 。これ端っこでやっとくわ。モース、モース、モースプレミナー前でやれよ。いや、俺のあれじゃないちょっとそこでやってる。この枠の下でここ行ったり来たりしてる、ここ。調子は最高です。これあの友達が今日のために作ってくれて、ベイリンハマつながりって意味なんですよ。ますか、はい、俺らみたいな。オッケー、じゃあマイク渡すんで皆さんこっちカットします。はい、あの片方に固まんないようにだけして、それだけ注意して。めっちゃダサい。あと動きめっちゃ大振りで、このキャラクター後ろエレメンツも。どうする前の前はあった方がいい、あった方がよかったわ。あ、やっぱ個人になったらもうって感じで、ボスアップから一人ずつやった方がいい。バースの始まりでグワッてくる感じの方がいいかも。で、ネッティのあのところは俺がかぶせてやるから。いや楽しいっすね。いいっすよ、なかなかいい。これ頑張りましょう、頑張りましょう。ちょっと服なんで行ってきます。動き回っちゃっていいもんね。いやでも結構動いた方がいい。なんかもう演出もいいからさ。どうですか、ここにもう来てるもんね。あ、そうだね、そこにいた方がいい。いた方がいい。ボリアルこっちの方がいいかも。これで、これで行こうぜ。 Yeah 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 Call me Yeah.
行こうぜ、パンか。行くぞ。Yes, yes, yes. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah.番号だけ覚えててください、ゆうさん。はい、3、違う、お前。あ、お前らさん、俺はだ、2だ。そう、違う、俺さんだよね。これ、オートチューンかかってるから。じゃあ、オートチューンが3か。あ、じゃあ4か。じゃあ、俺4です。番号読めない。あ、6。番号読めないの。世界共通だぞ。ジマ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 ジジマ7なやった。やめや。これちょっと本番ない。なんかね、一回食って行った方が絶対いいよ。これ前ちょっとあれよ。ちょっとなんか走りそうな気がしてたから。大丈夫、落ち着けば大丈夫。あとアドレナリンでどうにかなる。あ、マジそう。本当にこれ本番のアドレナリンでマジどうにかなるぞ。じゃあお客さんも走れるから。反響は抑えられる。やつ動いた方がいい。ボサッフルでやってみたけどやばかった。え。だってさ、ボスラップさ、この4人でやってさ、終わったじゃん。みんな結構マジでやるとやばいね、体力が。自分でさ、お弁当の紹介でやりました。あとシャラウク、ナナちゃん、みっちゃん、ありがとう。ありがとうございます。みっちゃん、今回のグルメリポーターはなんとアレイさん。やばい、いい野球だ。ここでね、やっぱり文句言ってビール食べて食べて。朝日くんはお昼ご飯を食べるのが遅いので、みんなが昼休みに行ってる間に黙々と教室で食べております。だーす。美容系 YouTuber。 うん、うん。ジョーカー。オッケーでーす。本番10分前になって緊張してきた。せやくんも行っちゃって大丈夫。これからクラブチッター結構手とか震えてるもん。手とか震えてないぞ。め俺こういうと緊張しないんですよ。僕は緊張してる。 BSB 意外とみんな緊張してる。俺全く緊張しないんですこれ。楽しみに行こう、楽しみに行こう。泣きながらバズられちゃう。頑張りまーす。 MJ わーこんぐらいの余裕。 OQOLM。 ちょっとダサくね。しかも OQ じゃなくて N2個。 Q 最初だろ。 Q が2個なのがダサい。あ、ごめんなさい。よくね、あの YouTube のコメント欄とか見てるとクーっていう人がいるんだよ。いや、いないいない、あのサングラスのやつって言われる。俺知ってんだよ。あれ俺の友達なの。ありがとうございました。
れい。感謝、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 感謝。ありがとうございました。熱い。それが BSB で分かったかも。あんな知らないやつも負けちゃうんだから。これ10分だよ、タクが。10分のクオリティでこれだからな。いやいや、でも10分前にみんな緊張してた。やっぱステージ立ったら飛べない緊張。めちゃくちゃ楽しかった。もう蒸発したみたいに緊張。ボスアップやばかった。ボスアップやばいね。このために作ったのだ、ね、あとサイファーの時俺とっさに思い出したんだけど俺らでこうやってやったのだった、あれめちゃくちゃ来ますよ。あ、マジ？そう、なんか横で座ってるやつ。そうそうそう、いやなんかこれ多いぞ。あ、マジ？あ、きつい。お疲れ様でした。やじい、お疲れ様でした。これだよ。はい、メンバーそれぞれの感情もうまく曲に乗せてできたと思うし、ネイバーフットプレイヤーズだからいろいろな地元から集まった人たちのいろいろな個性をうまく混ぜた、前回のアルバムとちょっと違ったような作品になったネイバーフットプレイヤーズになるかな。なんかあのビートが来た時点でやれるラッパーって数か限られてると思う。全員 BSB が全員得意分野で戦ってる、逆に言ったらラッパー目線からすると得意分野で戦ってる曲だし、逆にリスナー側からすると美しくもあり汚くもありっていう、なんかいろいろ交差している曲だなと思うから、俺はあれがお気に入りです。日常にありふれてることを誰にでもあることを自分自身も経験あるしっていうところを入れて、電車の中に仮装させて水たまりに車が通って水しかかかって、うわぁ今日も続けでっていうのはすごいこだわって、もう一曲がネイバーフットプレイヤーズのリリックのままではあるんだけど、偶然が本当に偶然を呼んで、多分横浜のブリッジとかいろんなクラブに呼び寄せられて、そこでみんな一人ずつ活動してて、結果的にクルーを組むことになったのも本当に偶然。ライブチッタも自分がライブをさせていただいた時にちょうど BSB を結成して初めてのシングルだった思い出の地でもあり、180度ビジョンが変わったのは絶対確実に BSB がいたからで、多分一緒にいなかったらもうどうなってたんだろうっていう感じですね。ネイバーからのレインボーの曲順は俺マジ絶対この流れにしてくれっていうのをノート伝えてて、まあ、若い時俺が鬱だったみたいなやつでポストしたりしたけど、めちゃくちゃ沈んだ過去を書いたのもネイバーだったけど、絶対に俺はそれをハッピーエンドにしたくて、だからレインボーを忘れちゃって、なんか嫌なことあっても絶対晴れるから大丈夫っていう、その流れだけはめちゃくちゃ意識してて、ワルで、家庭環境悪くて貧乏でのスターはもう本筋だけど、俺らがやるべきことはそれ以外の心のストラグルって絶対あるから、そこをヒップホップにいかにどう昇華していくかが俺らのする仕事っていうか役割だと思うから、センスと理想に近いものはできなかったかな。インダイレクトとかネイバーフットプレイヤーズの EP のタイトルのネイバーフットプレイヤーズはやっぱりなんか理想としてのいい人がいる役で、いろんな人生があって、いろんな人を、っていう中で、やっぱりこれは、この6人でやってるっていうのは、みんなの人生を一つにまとめたもの、映画みたいなのを作りたかったから、首を切り捨てて、昨日はなくあって、人間らしい、人ってこうだよねっていう。っていう感情全部がネイバーフットプレイヤーズに入ってるかなっていう、それが俺の一番聴いてほしいかな。歌詞とかもね全部そういう感じだし、あとはレインボーかな、レ
レインボーを聴けばそこまでの物語の何て言うんだろう集約ができてるから、それが気まぐれな不安で話したら忘れちゃったり気休めなあのフェーズになんか救われちゃったり空にかかるレインボーマジくだらねえってさ笑えてたらいい空にかかるレインボーラジオからのフレーズ Everything's gonna be alright EP の歌詞のデータの納品とか誤字脱字がクオンが一番多かったんだけど、それってこうなんでかなっていうのを聞きたくて、なんかね、やっぱりこう、国語をあんまり勉強してなかったっていうのはあって、なんか、やっぱり、先生、小学校とかも、なんか、授業出ないで、なんか、ゴーヤ取って怒られたりとか、遊具に、で、ずっと運転してたりとかしたから、真面目に授業出たのが、座れるようになったのが中学1年生からだから、あんまり、この、小学校の時の国語をやってないっていうのが、やっぱ、あるかなって思います。そこかなって思います。はい。ごめんなさい。